リニア族はデボン期初期に生育した活石植物でライニアクインボーニー一種のみからなる。イカンタバがあり、放子により繁殖した。イカンタバ植物としては最初期のものの一つで、原生のイカンタバ植物と共通祖先から進化したと考えられている。スコットランドのライニーチャート中に飲み見出され、計算分の多い温泉の近くで生育したと考えられる。 リニアの放子体は高さ20から30センチメートルほどでに差分子する枝からなり、先に放子能がついていた。また高さわずか数ミリメートルの茎からなるリーメイファイトンラリカッテムがリニアの配偶体であると考えられている。これは子有胴体で形は放子体に似ており、また配偶体でありながら遺憾束があった。発見当初は共に見出され、 外見も似ているギーラやファイトンメジャーも同じリニア族に分類されたが、その後これには遺ん束がないことが分かり、リニア族は一種のみとされている。これらは葉がなく茎のみでできている点で原生の松原類に似ていることから個性松原類とも呼ばれるが、松原類とは系統的に直接の関係はないと考えられている。植物の茎、要、根の起源を説明する。 エローム説はこれらの植物の体制に基づいている。リニアの茎の断面。ありがとうございます。